皆さんどうもこんにちは。いつもご覧いただきありがとうございます。本 今回は、南雲義則先生が書かれた、ボケない食事と習慣をご紹介していきたいと思います。この動画で興味を持っていただけましたら、概要欄のリンクから、ぜひ一度本書を手に取っていただけると嬉しいです。それでは早速参りましょう。本日のお品書きは次の通りです。一言で、あなたも立派な認知症予備軍。だが今なら、まだボケは止められるということについて。二言で、絶対に買ってはいけない。食べるとボケる。狂った食べ物 について3言で冷蔵庫に今すぐあの3つの食べ物を常備しなさいということを解説していきたいと思いますそれでは早速1言のあなたも立派な認知症予備軍 だが今ならまだボケは止められるということから解説をスタートしていきます。さて悲しいことですが、生物である以上、老化は誰もが避けて通ることはできないものであります。当然のことながら、年を取るにつれて体や肌と同じようにあなたの脳も老化していきます。そして今、 世界的な問題となっているのは認知症患者の数の増加です。WHO の報告によると世界の認知症患者数はおよそ3500万人で、そして 2030年までに2倍の6570万人、2050年までに3倍の1億1540万人にまで増えると予測されているんです。このように認知症患者が増加しているというのは世界的な傾向であり、もちろん日本も例外ではありません。日本も2025年には5人に1人が認知症を発症する時代が来ると推測されています。さらに恐ろしいことに現在、 23歳の人が65歳になる頃には3人に1人は認知症になるとも言われていますこのように考えると認知症というのは決して他人事ではなく誰もが立派な認知症予備軍であると言えるかもしれません例えば次のような症状が今出ている人はもはや立派な認知症予備軍であると言えます 物忘れがひどい。判断力や理解力が衰える。場所や時間がわからない。人柄が変わる。不安感が強い。意欲がなくなる。さて、どうでしょうか このように日常生活の中に認知症のサインは数多く存在します。こういった小さなサインを見逃さずに早め早めのうちから認知症を予防していくということがとても重要なんです。なぜ予防が重要なのかというと残念なことに未だに認知症を治す薬がないからであります。現代医学では認知症を完璧に治すことはまだできません。 ですから、認知症にならないために、絶対に予防しなければいけないというわけなんです。そして、認知症は、遺伝よりも、生活習慣の影響が大きいということが分かっています。ですから、著者は、50代までには、ちゃんと生活習慣を変えることによって、ボケや認知症を予防しましょうと、本書の中で述べていらっしゃいます。もう少し具体的に言うと、 男性は60歳から生活習慣を変え、女性は50歳から生活習慣を変えるというのが良いタイミングになります。これまで会社に勤めていた人は60歳で定年を迎えます。今まで家族のために、または自分のために一生懸命働いてきました。会社の中での地位も高まり、立場も上がっていることでしょう。 これまで地位や名誉のため社会貢献にと皆さん頑張ってきたわけですが定年退職してみたら仕事以外に何もないことに気づかされる人が結構いるんです。〇〇会社の部長という肩書きを取ったら近所付き合いをしているわけでもない。料理が得意なわけでもない。何か特別な特技があるわけでもない。新たに事業を始められる気力、体力、経済力があるわけでもないということに気づき、愕然としてしまうはず ですそして今までと同じような時間に起きて出勤して帰宅するというような凝り固まった生活は一変すするんですこれまで染みついた生活習慣を変えるというのはなかなか難しいことかもしれませんがこの生活が一変する定年を迎える60歳こそが生活習慣を変える絶好のタイミングであります。そして 女性ならば平景を迎える50歳が生活習慣を変える良いタイミングであると著者は言います。このような自分の体や心や環境に変化が訪れるタイミングで生活習慣を変えてあげるとスムーズに受け入れられると思います。また生活習慣を変えるとともにボケないためには人生に目標を持つということも極めて重要です。著者は人生に目標があれば ボケないとおっしゃっています皆さんは人生に目標を持っているでしょうか 今、目標がありませんという方は、自分は一体何のために生きているのかということを一度立ち止まってじっくり考えてみるべきだと言えます。なぜならば、人生における目標を持つことが、認知能力の維持や認知機能の低下の可能性を減らしてくれるということが、様々な研究によって証明されているからであります。さらには 人生の目的を見つけた人はそうでない人に比べて圧倒的に長生きするということが研究によって証明されております。このように言うと目標や人生の目的を持つだけでなんで認知機能が維持できたり長生きするんですかと疑問に思う人結構いらっしゃるかもしれませんがこれは考えてみれば結構当たり前の話であると皆さん納得できるはずです。だって達成すべき目標や人生の 目的がある人は、その目標や目的のために、健康的な食生活を送ろうとするでしょう。タバコもやめようとするでしょう。お酒も飲みすぎるのを控えるでしょう。さらには パフォーマンスを高めるために定期的に運動するでしょう。こんな感じで自分の目標や目的のためにより健康的な判断をする傾向にあるため目標や目的を持っている人は長生きする傾向にあるわけです。そして人生の目標を持つことは私たちの認知能力と身体的パフォーマンスの両方において様々なプラスの効果をもたらしてくれます。目標を明確にし明確な方向性を持つことによって 設定した目標に向かい継続的に努力しそれを達成するための集中力とモチベーションを得ることができますさらに自分が今何を目指しているのかを認識しそれに基づいて行動できるようになるため精神的な覚醒度と集中力が向上するというわけですというわけでこれを聞いている皆さんにはぜひボケずに認知症にならずにいつまでも長生きするためにしっかりと自分の人生の目標を見据え てしいと思うわけですそれではこの辺で一元の内容をまとめておきましょう。ポイント1生物である以上老化は避けられずあなたの脳も徐々に老化していく今認知症患者の数の増加が世界的な問題となっていて日本でもこれからどんどん認知症の患者が増えることが予測されているため認知症は決して他人事ではなく誰もがしっかりと予防するべきものである認知症に一度なって しまうと今の医学では完璧に治すことができないのでそもそも認知症にならないための予防が極めて重要なのだポイント2認知症は遺伝よりも生活習慣の影響が大きいので生活習慣を変える必要がある具体的に言うと男性は60歳から生活習慣を変え女性は50歳から生活習慣を変えるというのが良いタイミングであるポイント3 ボケないためには人生に目標を持つということも極めて重要である。あなたには目標や人生の目的があるだろうか、一度立ち止まってじっくりと考えてみよう。それでは次2件で、絶対に勝ってはいけない。 食べるとボケる狂った食べ物について解説していきたいと思います。さて、二限では具体的にボケを予防したり、認知症を予防する習慣について皆さんにお伝えしていきたいと思います。まず何と言ってもお伝えしたいのが、やはり食べ物の重要性であります。私たちの体は食べたもので作られております。そして当然、私たちの脳だって食べたもので作られているわけですから、食べ物というのは私たちの脳 に非常に大きな影響を与えるわけですですからボケないためには 食べ物に注意を払う必要があります。そこでまず皆さんにお伝えしたいのは食べるとボケてしまうやばい食べ物を避けましょうということなんです。世の中には食べることによってボケてしまったり認知症のリスクが上がるやばい食べ物というのが存在しているのでまずはこういった地雷を避けることから始めていただきたいと思うわけです。では最初に皆様が構成を理解しやすいようにこれから紹介していく絶対に買ってはいけない 食べるとボケる狂った食べ物を最初にまとめて発表しておきます。それは次の4つです。絶対に買ってはいけない。食べるとボケる狂った食べ物1、市販のドレッシング2、後ろにアミノ酸等と書かれている食べ物3、百0あやって一理なし、白物5品目4、皮なしフルーツ ではそれぞれぞ具体的につつずつ取り上げてて解説していきますまた単に狂った食べ物を紹介するだけじゃなくてそれに関連した様々な健康リテラシーや栄養学の知識などもふんだんにお伝えしていくのでぜひ最後までお付き合いよろしくお願いいたします。それでは早速1つ目の 絶対に買ってはいけない、食べるとボケる狂った食べ物、市販のドレッシングについて解説していきたいと思います。さて、サラダが健康に良いということで、定期的にサラダを食べていらっしゃる方も結構いるかもしれません。あるいは、外食などで野菜を補うためにサラダを注文している人もいるかもしれません。 そんな人に、ぜひ一つ注意しておきたいことがあります。それは、間違っても市販のドレッシングを買ってはいけないということであります。はっきり言ってしまえば、 いくら健康に良いとされているサラダを食べたとしても、それに健康に悪い市販のドレッシングをドバドバかけていれば何の意味もないと言えます。大量にかけると逆効果になってしまう可能性もあるので非常に注意が必要です。スーパーに行けば実に様々な美味しそうなドレッシングが所狭しと売られております。フレンチ、イタリアン、中華風、シーザーサラダ、ごまだれ、青じそ、 タルタルソースなど本当にたくさんのバリエーションがあり皆さんの冷蔵庫の中にも何本か常備されているはずであります。ですがこのドレッシングにこそ罠が潜んでいたんです。確かにこういったものをかければサラダは美味しくなるかもしれません。現代社会では栄養や健康よりも便利さや美味しさが優先されてしまうことが多いようです。そして残念ながらこれはドレッシングにも言えることで市販のドレッシングには不健 健康な成分がたくさん含まれております例えば市販のドレッシングには糖質 塩分、サラダ油、化学調味料、トランス脂肪酸などといったものが含まれており、著者に言わせれば、市販のドレッシングは狂った食べ物そのものだそうです。嘘だと思うのであれば、皆さんもドレッシングの後ろ側の成分表示をぜひ一度チェックしてみてください。驚くほどいろいろなものが添加されているということに気づけるはずであります。例えば、市販のドレッシングの多くには、味を良くするために砂糖やシロップが加えられて おりますまた糖質を摂取することによって血管内のタンパク質と糖質が結びつき AGE という焦げができて血管を傷つけてしまうということも非常に問題ですまた砂糖はエンプティーカロリーと呼ばれておりますこれは必要な栄養素がほとんど含まれておらず栄養素がスカスカでありただただカロリーが増加する食べ物ということでありますですから皆さんにはぜひ砂糖が添加されているようなドレッシュ シングは買わないいようにして欲してんですが実は後ろの成分表示を見ても砂糖とは明確に書いていないパターンが結構あるので注意が必要であります。メーカーは製品の糖分をごまかすためにコーンシロップとか糖蜜とか ブドウ糖、カ糖といった別の言葉を使うことがよくあります。しかし、これらの原料も砂糖であることに変わりはありませんから、やはりできるだけ避けるように注意してほしいです。また、ちなみにね、ドレッシングだけじゃなくて、ケチャップとかバーベキューソースなど人気の調味料にも砂糖が主成分として含まれていることに、私たちは注意しなければいけません。また、 ドレッシングが悪いのは砂糖だけが原因ではありませんドレッシングには大抵大量の塩分が含まれていて塩分摂りすぎが健康に悪いというのは皆さんもうご存知の通りです 塩分をををりすぎててしししまままうと高血血圧を引き起こし血管や細胞を傷つけてしまいますさらに、塩分に加えて、ドレッシングには大抵、サラダ油が含まれております。サラダ油に含まれるリノール酸は、アラキドン酸に変化すると、アレルギーを促進したり、血栓を引き起こす要因になってしまいます。また、市販のドレッシングの多くには、不健康な油の代表である、トランス脂肪酸が含まれております。トランス脂肪酸 を摂取すると血管を傷つけ心臓病のリスクを高めるとも言われていますさらにトランス脂肪酸は肥満脳卒中新型糖尿病との関連も指摘されておりますまた大抵のドレッシングには化学調味料が加えられております化学調味料は興奮性の神経伝達物質であり依存性が高いというのが非常に問題でありますさてどうでしょうかこのように細かく見てみれば市販のドレッシングに 本当に様々なものが添加されていてい市販のドレッシングは百害あって一理なしであるということがよくお分かりいただけたのではないでしょうかこのように言うといやいやそんなこと言ったってドレッシングがなければサラダあんまりおいしくありませんよと思われる方 結構いらっしゃると思います。確かにドレッシングがあった方がサラダを食べやすいというのは事実だと思うので、ぜひ皆さんにはドレッシングを賢く選んでいただきたいと思います。できるだけ余計なものや体に悪いものが添加されていないドレッシングをチョイスするようにしましょう。 あるいは、さらに良いのは、自家製のドレッシングを作ることだと思います。自家製ドレッシングなんて言うと、なんだかめんどくさそうですが、実は、家庭で美味しいドレッシングを作るというのは、意外と簡単なんです。いくつかのシンプルな材料と、ミキサーがあれば、サラダのトッピングや、肉のマリネなどに最適な、美味しくてヘルシーなドレッシングを作ることができます。興味のある方は、ぜひ、ドレッシング、作り方などで、リサーチしてみてほしいと思います。 また、著者のような野菜の食べ方もおすすめですから、実際に著者がどんな風に野菜を食べているのかということもご紹介いたしましょう。著者は例えば、トマトならば何もつけずにかぶりつきます。キュウリならば自家製の味噌をつけるか、そのままかぶりつきます。キャベツならば、ちぎって無添加の塩昆布でもんで、健康に良い油の代表であるエゴマ油をかけて食べます。カブならば、スライスして、 塩昆布でもんで、しんなりしたら食べます。さてどうでしょうか。このようにすると、料理の手間も省けるし、ドレッシングの無駄買いも必要ありません。塩分も控えめですから、体への負担が市販のドレッシングに比べて大幅にカットされます。さらに、野菜本来の味を楽しむこともできるでしょう。 また、個人的におすすめなのは、サラダをオリーブオイルと塩で召し上がっていただくという方法になります。これもやってみれば結構美味しいということがわかるので、ぜひ一度試してみてほしいと思います。また、味噌もめちゃくちゃ健康に良いということで有名ですよね。野菜に味噌をつけて食べても美味しいですから、ドレッシングの代わりに味噌を積極的に活用するというのも非常によろしいかと思います。そもそも味噌ドレッシングというものがある わけですから野菜に味噌は合うはずですぜひ市販のドレッシングの代わりに色々健康なものを試してみてほしいと思いますさていかがでしたでしょうかそれではここまでで一つ目の食べるとボケる狂った食べ物市販のドレッシングについての解説を終わりにして次に行きましょう それでは次二つ目の絶対に買ってはいけない食べるとボケる狂った食べ物後ろにアミノ酸等と書かれている食べ物について解説していきたいと思いますさて普段食べ物を買う時に後ろの成分表示を見る癖がついているという方は非常に多くの食べ物に調味料かっこアミノ酸等と書かれたものが入っているということに気づいているはずであります結論から言うとこういったものは買わないようにしてほしい 欲しいいと思います化学調味料はうまみ調味料といって主成分はグルタミン酸ナトリウムというものでありますこのグルタミン酸ナトリウムは皆さんが普段食べている食品の中にすでに入っていて後ろに調味料かっアミノ酸等と書かれているものこそが化学調味料なんです なぜ化学調味料が良くないのかというと、グルタミン酸ナトリウムは興奮性の神経伝達物質だからであります。食べることによって脳を興奮させ多幸感が得られるため、もっと欲しい、もっと欲しいと、 どんどん摂取量が増加し、容易に依存症になってしまいます。ちなみに、普段化学調味料を使っていない著者は、外食した際に、うま味調味料などの化学調味料を使った料理を食べると、頭がカッとなって、胸がムカムカして、具合が悪くなるそうです。 皆さんの中にも外食をするとなんだか体調が悪くなるという方いらっしゃるかと思います。そんな方は化学調味料の影響であると考えられるでしょう。また研究ではグルタミン酸ナトリウムを取りすぎてしまうと頭痛、吐き気、霞目など様々な健康上の問題を引き起こす可能性があると示されております。また 喘息や発散など、より深刻な健康上の問題を引き起こす可能性もあるとされているので、やはり摂取しないに越したことはないと思います。このような理由から著者は、こういった旨味調味料の代わりに、発酵食品で旨味を出すということをお勧めしております。昔は肉や魚を酒粕や麹につけて調理をしていました。酒粕や麹に含まれる発酵菌の酵素によって旨味を引き出してくれるんです。 同様にインドではヨーグルトに鶏肉をつけてタンドールというもので焼きタンドリーチキンを作ります。これも発酵食品を活用して旨味を出している典型的な例であります。これに対して化学調味料は工業的に作った純度99%のアミノ酸とともに塩や砂糖を食品に添加することによって素材の味がわからなくなるほど舌を麻痺させてしまうんです。さていかがでしたでしょうか それではここまでで2つ目の食べるとボケる狂った食べ物後ろにアミノ酸等と書かれている食べ物についての解説を終わりにして次に行きましょう。 それでは次3つ目の絶対に買ってはいけない食べるとボケる狂った食べ物百害あって一理なし白物5品目について解説していきたいと思いますさて著者が本書で強調されているのが糖質の取り方に注意をしてほしいということであります皆さんは認知症には脳の糖尿病という異名があることをご存知でしたでしょうかこの認知症は脳の糖尿病という異名が示す通り 糖質は認知症のリスクを高めてしまいまいす最近の研究で砂糖の摂取と認知症発症の間に恐ろしい関係があるということも明らかになっております UCLA が行った最近の研究によって砂糖をたくさん摂取することと体内の炎症レベルの上昇との間に関連性があると明らかになりましたこの炎症は脳のもつれやプラークの形成につながり認知症になり やすくなると考えられておりますまた脳で炎症が起きてしまうことによって直接認知機能が低下してしまったり認知症のリスクが上がると考えられておりますまた UCLA の研究に加え米国精神医学会が行った別の研究では砂糖の摂取量が多い人はその後の人生で認知症の低下や記憶障害などを経験する可能性が高いと判明しているんですこの研究は 砂糖がアルツハイマー病やその他の認知症といった病気の発症の一因となる可能性を指摘しているんですさてどうでしょうかこの研究って冷静に見てみれば結構怖いことだと思いませんか砂糖を取ることによってすぐに認知機能の低下とかが起こるのならばうわやばい認知機能下がってる砂糖って本当にヤバいんだなとやめておこうと私たちすぐに思えるはずなんですが 起こるというのは非常に怖いです後から悪影響が現れてしまうわけなんですというわけでボケたくないとか認知症を防ぎたいと思うのであれば糖質の取り方には是非とも注意しなければいけないというわけなんですそして本書の中で著者が強調している糖質の中で取るべきではないものは生成した糖質である白物5品目といって具体的には白米パン麺 砂糖と小麦粉で作ったお菓子。 ジャガイモこの5つであります皆さんにはぜひこの5つを取らないように気をつけてほしいと著者は述べているんですではこの5つがなぜいけないのかというとそれはズバリ例えば肉を焼いてフライパンを焦がしてしまっても洗えば落ちるんですところが白米やじゃがいもで鍋を焦がしてしまうと洗おうともこすろうとも酸やアルカリを入れようともその焦げは 取れないんですこの頑固すぎる焦げは AGE といって糖質とタンパク質が結合して二度と分解されることがないんですそしてこの恐ろしい AGE という頑固な焦げが白物5品目を取ることで血管内に生まれてしまうんです血管内のタンパク質であるコラーゲンと結びついて糖コラーゲンという AGE ができますこれは動脈硬化の原因になり体はもちろんのこと脳にダメージを与えて認知機能を低下させるんです これを唐独製と言いますさてつまりねいろいろ言ってしまいましたが生成した唐は 毒になってしまうということが一番言いたいんです。このように言うと、白米やパン、麺類などを諦めなきゃいけないのかと、一体何を食べればいいんだと思われる方いると思いますが、問題は生成されているということにあるので、生成さえされていなければ良いんです。例えば、白米ではなく、生成されていない玄米や雑穀米ならば OK です。これらの皮の部分には、食物繊維やポリフェノールなどの 糖毒性を打ち消しててくれれるる成分が含まれているんですまた著者は米と一言で言っても白米は毒玄米は栄養であると述べています。また同様にパンならば全粒粉のパン。 麺ならば、うどんよりも十割そばじゃがいもよりは皮付きのさつまいもなど、上手に食べ物を選択するということが非常に重要です。さて、いかがでしたでしょうかそれではここまでで三つ目の、百害あって一輪なし、白物五品目についての解説を終わりにして、次に行きます。それでは次四つ目の、絶対に買ってはいけない、食べるとボケる狂った食べ物、皮なしフルーツについて解説していきたいと思います。 さてこれを聞いている皆さんならばフルーツが一般的に健康に良いということは既に知っているかと思います。フルーツは 健康にににいいいかからら普段から積極的に食べるようにしていますすとといいいう人も結構いらっしゃると思いますがまがさかとは思いますが、皆さん、そのフルーツ、皮を剥いて食べていないですよね。著者は、フルーツは皮を剥いたら効果ゼロであると本書の中で述べているんです。まあ、狂った食べ物とまで言うのは、ちょっと言い過ぎになってしまうかもしれませんが、皮がない、皮なしフルーツには健康効果がない、むしろ逆効果にな ってしまうということをぜひ皆さん覚えておいてほしいと思います例えばリンゴというのは 皮を剥いたら酸化して茶色になってしまいますよね。ですが、皮があるおかげで酸化しないで済んでいるわけです。つまりこれが抗酸化作用です。また、木になっている状態のリンゴは、もし仮に猿に噛まれたとしても、皮がまた張ってきて、朽ちることはありません。これが総称治癒効果です。また、カビや菌が中に入ってこないのは抗菌作用があるからです。このような抗酸化作用や総称治癒作用、 抗菌作用ががああるるののは皮の中に含ままれていいポリフェノールという物質が原因でありますつまり皮の部分に非常に大切なポリフェノールが詰まっているということなんです。だから皮を剥いてしまうと効果がなくなってしまうというわけなんです。またこれは別にリンゴだけに当てはまる話ではありません。例えばブドウなども皮ごと食べるということが重要なんです。その他皮ごと食べられる果物はぜひ皮ごと召し上がるように にしましょう逆に皮を剥かないと食べられないような果物はお勧すすめできませんフルーツって結構甘いですよねあの甘い秘密はフルーツに含まれている加糖という糖分になりますこの加糖は当然食べ過ぎてしまうと肥満を引き起こしてしまったり認知症を引き起こしてしまう原因になるものです ですが、フルーツは皆さんご存知の通りで、単なる糖分の塊ではなく、栄養素も多いですから、食べるのならば、皮ごと食べるのが絶対条件であると、著者は言います。これまで、フルーツ、皮を剥いて食べていた人いらっしゃるでしょう。今度からぜひ、皮付きで召し上がるということをよろしくお願いいたします。それでは、二元の内容をこの辺でまとめておきましょう。二件では、絶対に買ってはいけない、食べるとボケる狂った食べ物を4つほどご紹介し ししまた1つ目は市販のドレッシングでしたいくら健康に良いサラダを食べていても市販のドレッシングをドバドバかけていたら何の意味もありませんよということを強調いたしましたそして2つ目が後ろにアミノ酸等と書かれている食べ物でしたそして3つ目が百0やって一輪なし白物5品目でした4つ目が川梨フルーツでした それでは次3弦で冷蔵庫に今すぐあの3つの食べ物を常備しなさいということを解説していきたいと思います。さて先ほどの2弦で絶対に買ってはいけない食べ物についてご紹介いたしました。そこでこの3弦では逆にぜひぜひ皆さんに食べてほしい素晴らしき食べ物たちをご紹介していきたいと思います。では早速これから紹介するボケや認知症を予防してくれる最高の食べ物を最初にまとめて発表しておきます。 具体的には次の3つです。ボケや認知症を予防する最高の食べ物。1、冷蔵庫に常備するべき3つの食べ物。2、ホールフード。3、厳選された良質な魚と肉。ではそれぞれ具体的に1つずつ取り上げて分かりやすく解説していきたいと思います。まずは1つ目の。 ボケや認知症を予防する最高の食べ物、冷蔵庫に常備するべき3つの食べ物から解説をスタートしていきます。さて、これを聞いている皆さんは、腸内環境の重要性についてはどこかで聞いたことがあるでしょう。実際に著者も、腸内環境の改善は全ての健康の鍵であると本書の中で強調されております。そして、腸内環境の良し悪しは、ボケや認知症の発症にも関係しております。 脳にには情報伝伝達達のの役割を果たすすドーパミンンンセセロトニンアセチルコリンなどという神経伝達物質が必要ですこれらを作り出す基礎となる物質は腸内細菌によって作られているんです。ですから腸内環境の悪化によって生じる神経伝達物質の不足は認知症の原因になってしまうというわけなんです。というわけでこれを聞いている皆さんには善玉菌を増やしてくれる3つの素晴らしき食べ物をいつも冷蔵庫に常です。 しておくということをお勧めしたいんですその3つの食べ物とはズバリ1もずくす2納豆3ヨーグルト この三つであります。順番にサクッとだけ解説しておきましょうか。まず一つ目の、モズクスに関しですが、海藻は水溶性の食物繊維が豊富であり、善玉菌が育つ環境づくりに欠かせない栄養素です。また、モズクスに含まれるアミノ酸によって、新陳代謝を高めて内臓の働きを活発にし、腸内に炭酸ガスを発生させ、腸壁を刺激する役割があります。そのため、モズクスは腸 腸内環境を整え便秘解消にも最適なんですまたもずく酢は非常に栄養価が高いですもずくにはビタミン B6 マグネシウムカルシウムビタミン D コバラミンビタミン A など多くの必須ビタミンやミネラルが豊富に含まれていて様々な健康効果を期待することができますさらにもずく酢は低カロリーで低炭水化物であるということも魅力の一つでしょう そのため、体重を気にする人や、健康的なダイエットをしたいという人におすすめであります。大さじ1杯のもずく酢のカロリーはわずか4キロカロリー、炭水化物は 1g 以下でですすからダイエットの強い味方ですまた繰り返しますが、もずくスには食物繊維がたっぷりと含まれているため、食欲を抑えたい人にとっても最適な食べ物であります。食物繊維はお腹の中で膨らんでくれるので、満腹感を得ることができ、食事を終えても満足感が得られないという状態をなくしてくれます。またもずくスの魅力は、その美味しさと様々な料理の味を引き立てることにもあります。 サラダからシーフード料理までもずくはどんな料理にもよく合いますですからもちろんもずく単品で食べていただいても OK ですがぜひ冷蔵庫からサクッと取り出して様々な料理に活用してみてはいかがでしょうかではもずく酢のお次は納豆について少しだけ説明します納豆には食物繊維 玉菌、オリゴ糖などが含まれていて、腸内環境を整える条件がすべて揃った非常に優秀な食材だと言えます。また、納豆には、納豆特有の、納豆キナーゼという化合物が含まれていて、これは腸の炎症を抑えるのに役立ってくれます。実際、納豆を食べると、腸内の炎症が抑えられ、特定の腸に関連した疾患のリスクが減少するということが、研究によって明らかにされております。 ではでは納豆のお次は冷蔵庫に常備するべき食べ物の3つ目ヨーグルトについてサクッとだけ解説しておきましょう。結論から言うと 生きた乳酸菌などとパッケージに書いてある商品を著者はお勧めしております。ヨーグルトには腸の善玉菌を増やし、さらにはタンパク質とカルシウムが豊富に含まれております。ちなみに著者は自家製の豆乳ヨーグルトを冷蔵庫に常備していらっしゃいます。市販の豆乳に乳酸菌を 3g ほど入れ、37度で12時間ぐらい放置しておけば、翌日にはしっかりとヨーグルトが完成するんです。 乳酸菌の名称が入っているヨーグルトを豆乳や牛乳に入れて翌日しっかりと固まっているのならばそれは菌が生きている証拠でちゃんとヨーグルトができるんですまた乳製品にはカゼインというタンパク質が含まれていてこのカゼインに敏感な人はカゼインによって体調が悪くなってしまったりするケースもあるようですですからカゼインが気になるよというお方はぜひ著者のように豆乳ヨーグルトを自分 で作ってみてはいかがでしょうかヨーグルトを自作するにはやはりヨーグルトメーカーがあった方が便利です例えば 豆乳ヨーグルトを作りたいと思ったら、無調整豆乳を1リットル、そして市販の乳酸菌を用意します。そしてヨーグルトメーカーの容器に豆乳と乳酸菌を入れ、よくかき混ぜます。これを37度で8時間から10時間程度セットしておけば、簡単に豆乳ヨーグルトを作ることができます。さて、いかがでしたでしょうかぜひ冷蔵庫に1、もずくす2、納豆3、ヨーグルト この三つを常備し、いつでも食べられる状態にしておこうではありませんかそれではここまでで一つ目のボケや認知症を予防する最高の食べ物、冷蔵庫に常備するべき三つの食べ物についての解説を終わりにして、次に行きます。それでは次二つ目のボケや認知症を予防する最高の食べ物、ホールフードについて解説していきたいと思います。さて言うまでもなく、私たちの体は自分が日々何を食べているかに よって大きな影響を受けます私たちの体は日々食べたものでできているんですだからこそ食材はパワーがあるものを積極的に選んでほしいんですそのために大事なのは完全栄養という考え方であります完全栄養とは生きている姿のまま丸ごと食べるということであります例えば 穀物ならば生成せずに全粒の状態で食べる。果物や野菜ならば皮をむかずに食べる。魚なら大きな魚の切り身よりも小魚を丸ごと一匹食べるといった具合であります。植物や動物を丸ごと食べるということは生物が生きていくのに必要な全ての栄養素が含まれているんです。例えば皆さん野菜などを食べる時に皮をむいたり茎や根っこの部分を捨てたりしていないでしょうか 実はそれは非常にもったいないことであり、皆さんが捨てているその部分には野菜が育つために必要な栄養素がたっぷりと含まれているんです。ですから野菜も皮や茎、根っこごと丸ごと食べていただきたいと思うんです。 また、二元で簡単に解説しましたが、果物もぜひ、丸ごと食べるようによろしくお願いいたします。果物は、皮を剥いてしまったら、単なる砂糖の塊であり、砂糖より危険だと思った方が良いと、著者は述べております。ですから、皮を剥かないと食べられない果物は、お勧めできません。さて、いかがでしたでしょうかそれでは、ここまでで二つ目の、ボケや認知症を予防する、最高の食べ物、ホールフードについての解説を終わりにします。 して次に行きますそれでは次3つ目のボケや認知症を予防する最高の食べ物厳選された良質な魚と肉について解説していきますさて人は年齢を重ねるごとに食事の量が減り少食・粗食の傾向が強くなり隠れ低栄養状態に陥ってしまいます特に重要なのが良質なタンパク質と良質な脂質になります実際に タンパク質と脂質が不足してしまうと認知機能の低下が促進されるということが分かっております。ですからボケないためにはしっかりと良質なタンパク質、良質な脂質を取ることがマストだと言えるんです。そして良質なタンパク質や良質な脂質を提供してくれる素晴らしき食べ物がやはり魚や肉であります。 ですが一言で魚や肉と言ってもその質には大きな違いがあるので是非皆さんには良質なものを選んでいただきたいと思うんですそれでは具体的に良質な魚や肉などはどのようにチョイスすればいいのでしょうか魚の場合は野菜や果物と同じように完全栄養という考え方に従って選んでいただきたいと思いますですから 切り身よりも頭から尻尾まで丸ごと食べられるものを積極的に選ぶんです例えばシラスやエビなどの小魚アジサンマ イワシなど、丸々一匹食べられるものを選ぶようにしましょう。また、青魚には、オメガ3という必須脂肪酸が含まれていて、これは、脳細胞を構成する要素になってくれる上に、脳に良い影響を与えてくれ、認知症を予防するのにも効果的な栄養素であります。ですから、白魚より、青魚をチョイスする。そして、養殖より、天然の魚をチョイスするようにしてほしいです。では、魚の次は、肉に に関ししててご説明していきます例えば穀物で育てられたグレインフェット牛肉は脳に炎症を起こすオメガ6の油を含んでいますが牧草で飼育されたグラスフェットの牛肉には炎症を抑えるオメガ3の油が含まれております。牛や豚鳥などは どんんなな育育てててられ方ををしたのか何を食べて育ったののかか何食べっっにによって脳に与えるる影響が異なるんです例えばケージの中で育てられ餌は遺伝子組みかえの穀物という鶏肉よりは平貝の鶏肉をチョイスするようにしてくださいまた産地がわかるように責任を持って育てられた国産のお肉を選ぶようにしてほしいと思いますあるいは最近はスーパーでホルモン剤フリーとかこだわりの育て方をされているということ とか明記されたお肉も売られていますのでそういったものをチョイスするようにすれば良いでしょうそれではこの辺で3件の内容をまとめておきます3件ではボケや認知症を予防する最高の食べ物を3つご紹介しました1つ目は冷蔵庫に常備するべき3つの食べ物具体的にはもずくす納豆ヨーグルトでしたそして2つ目はホールフードでした3つ目は厳選された良質な魚と肉でした。 本日は以上です。また、このチャンネルでは投稿できないような濃い内容の書籍、そして情報を徹底的にリサーチし配信する新しいチャンネルを始めましたので、概要欄からぜひぜひ遊びに来てください。それではさようなら。